王国が狂って見えてしまう。皆様お疲れ様です。パーソナリティのあやめです。4年に一度のスポーツの祭典オリンピック、世界のトップアスリートが集まり、その勇姿を一目見ようと今回もたくさんの人がパリに集まりました。そうでなくとも花の都と名高いパリはいつでも世界中から観光客が押し寄せているのです。そして芸術や美食の街が人々を楽しませています。フランスに住む人たちも胸をワクワクさせる中、あるフランス人女性は嘆きの声を上げているようです。日本暮らしが長かった彼女には耐えきれないような事態が起こっているのだとか。しかもフランスに帰国した頃から日本生活の後遺症に悩まされているという不穏な言葉も飛び出しました。一体彼女に何が起こっているのでしょうか。パリ五輪で日本から久しぶりに帰国した結果、私はフランス人のミシェルです。いえ、もう自分がフランス人なのかすらわからなくなってきました。というのもあまりに日本が好きすぎるからで、今も日本へ戻りたいと考えているくらいです。パリで生まれ育った私にとってフランスはホームのはずです。小さい頃から美術や音楽、演劇、オペラなどたくさんの芸術に触れてパリの醍醐味を味わってきました。おいしいものもたくさん食べたし、パリ以上の街なんて世界中探してもないだろうくらいに思っていたんです。実際に旅行で行った先ではパリを超えた場所なんて見たことがなかったですからね。そんな私に転機が訪れたのは就職後しばらくしてからのこと。日本での事業拡大のためのプロジェクトチームが組まれ、そこに配属されることとなりました。それ以前はあまり日本のことは知らなかったんですよ。 G7 の一つだとか経済大国だとか和食が有名とかくらいですね。でもその程度では仕事になりませんから、配属されてからは日本に関する勉強も始めました。そうするとどんどん仕事が楽しくなってきて、頑張った分評価もされて本当に充実していましたね。そして日本への転勤を打診されたんです。その頃には日本への興味が高まっていたこともあって、ぜひ行かせてくださいって即答していました。今思えばすごく衝動的だったなと思います。その後の家族への説明や準備、仕事の引き継ぎなどもとにかく大変でしたから、それでも日本へ行けるという興奮からハイになっていたのかもしれません。一気にことを片付けて数ヶ月後には日本行きの飛行機に乗っていました。そして日本で働くこと約10年、その間は大変だったけれども楽しかったですよ。日本は清潔だし治安もいいし、何より日本の文化が素晴らしい。和食を食べ古い建築物を見るのも面白かったですね。女性だけで夜に出かけたり、一人で夜道を歩いたりしたのも初めての体験でした。日本語もだいぶ上手くなったんですよ。少しでも日本に馴染みたくて頑張っていたら、周りの日本人もすごく助けてくれて、本当に優しい国だなって思いました。でもちょっと疲れてしまったのか、一旦休みたくなったんです。決して仕事が嫌になったわけじゃないけれど、忙しすぎる毎日に心身を消耗してしまったのかもしれません。それで一旦会社を辞めてフランスで少し休息期間を取ることにしました。日本にいてもよかったんですが、パリでオリンピックが開かれるというし、家族にも随分会っていませんからね。結局日本に来た時と同様にバタバタと片付けをしてフランスに帰国しました。空港に着いた時は、ああ帰ってきたんだなって実感しましたよ。なんというか空気が違っていて、妙な違和感もあって不思議な感覚でした。きっと家族に会える喜びとか懐かしい街並みに興奮していたんでしょう。
オリンピックが近いこともあって、街中が静かな興奮に包まれているようで、私もワクワクしていましたから。でも、やっと帰国後の生活にも慣れてきた頃、ちょこちょことストレスを感じるようになっていったんです。最初は家族とおしゃべりしていた時、私の身振り手振りがおかしいよと言われたこと、本当に無意識だったんですが、家族曰く、否定するときに顔の前で手を振ったり、自分を指し示すために鼻に人差し指をつけたり、そんなことをしていたそうです。そういえば、フランスではこういう仕草はなかったっけと思ったのをきっかけに、どんどん気になっていきました。逆に私が気になったのは、玄関で靴を脱がないことです。フランスは基本的に土足生活なんですけど、衛生観念が低いのか、床に物を直置きするのも普通なんですよ。バッグは当然ながら、服とか子供のおもちゃとか、それ以上に問題があるのは、土足 OK の部屋で赤ちゃんがハイハイしていること。床に手をついた後でその手を口に入れたり、床にあるおもちゃを口に入れたりしているんですよ。あまりの不潔さにめまいがしそうでした。以前は気になったことなどなかったのに、日本で靴を脱ぐ生活に慣れすぎたせいなんでしょうね。洗い物一つとっても日本人とはまるで違う。例えばフランス人は食器を洗うとき、同じスポンジでシンクを掃除するんですよ。なんなら床もスポンジでこすり出すんです。さすがに止めたら家族はキョトンとしていました。用事が終わったらスポンジを洗うんだから大丈夫って思っているんでしょう。他にも食事前や手づかみでお菓子を食べるときでも手を洗いません。汚れたら手を拭くくらいです。食卓も拭くことは稀だし、そこに買ってきた袋なしのパンをそのまま置いていることもありました。かじった跡がついているのには吐き気がしましたよ。もう一つ耐えられないのは、毎日髪を洗わないことです。場合によってはお風呂に入らない日すらあるんですよ。これは問題だろうって思って行ってみたんですが、ねえ、髪は毎日洗わないの？うん、まだそんなに汚れてないでしょ。でもベトベトして気持ち悪くない？全然平気。ミシェルは気にしすぎだよ。日本に行って変わっちゃった？まあ確かにそうかもね。日本人は綺麗好きだから。毎日お風呂に入って毎日髪を洗うんでしょ？すごいよね。いや、日本人には普通なんだよ。だから日本はすごく衛生的なんだし。ふん、でも私はいいや。気になった時に洗えばいいし、洗いすぎは肌に良くないよ。と、逆にたしなめられてしまいました。そうやって毎日が過ぎていき、くつろげるはずの実家で精神的に疲れるようになっていったんです。これはもう日本に慣れすぎた後遺症と言ってもいいんじゃないでしょうか。外へ出ると日本との違いがより一層明確に感じられました。安全な日本に慣れすぎたせいで、どこへ行ってもスリや置き引きが怖いんです。バッグは常に体の前でしっかり抱き込まないと安心できませんし、夜どころか早朝や夕暮れに出かけるのもしなくなりました。多分そこまで警戒するのもやりすぎだと思うんですけど、日本と違いすぎてどこまで注意すべきかわからなくなっていたんです。治安だけじゃなく、街中の衛生面でも日本とは全く違います。残念な話ですけど、パリはなんだか悪臭が漂ってくるんです。古い街並みは素敵だけれど、下を見たらゴミが落ちているし、排泄物もそこら中にある。タバコの吸い殻は当たり前ですし、飲みかけのジュースやお酒も転がっています。足元をネズミが駆け抜けていくこともあるんですよ。そして駅やエレベーターの中はさらに嫌な匂いがします。掃除していない水回りとかトイレのような匂いですね。パリは外出中に使えるトイレがあまりありません。だから路上で排泄する人が少なくないんですよね。日本ならコンビニやスーパーといったところで買い物ついでにトイレを借りられます。
ショッピングモールやホテルだってそうです。でもパリには気軽に入れるコンビニがほとんどないし、スーパーに客が使えるトイレなどありません。ショッピングモールやホテルも有料トイレだし、催した時に間に合う距離にないことも多いんですよね。じゃあどうするのかというと、とても汚い無料の公衆トイレを使うか、ダッシュで家に帰るか、近くの友人宅でトイレを借りるかです。小さい子供の場合だと公園の草むらでさせる親も多いんですよ。移住してきたイギリス人は、子供が草むらで排泄できるようトレーニングしなきゃと冗談を言っていました。いえ、冗談じゃなく、やり慣れていないとできませんからね。ともあれ、そういう事情もあって、パリはそこはかとなく悪臭の漂う街になってしまっているんです。そういう状況に政府も危機感を覚えていたんでしょう。なんせ4年に一度のオリンピックには世界中からたくさんの人が集まりますから、パリの汚いところなんて見せるわけにはいきません。それで急遽公衆トイレを増やしていったんです。ただこれが大不評。見た目は曲線的でトイレっぽくないし、街にも溶け込んでいます。でも近づいていくとすごい悪臭が漂ってきて、もうすでに何年も掃除していないトイレのようでした。男女問わず入れる便座式のトイレと男性用のトイレがありますが、男性用のトイレが特にひどいという話です。何でも回転式の扉にすると銀色の壁があるんだそうです。そしてその壁に向かって用を足すんだとか。実物を見られないのでよくわかりませんが、教えてくれた男性はとにかく嫌悪感がすごかったそうです。匂いもひどいし、コバエも飛んでいたと言っていました。それを聞いたら女性用のトイレだって入りたくなくなりますよね。さらにこの公衆トイレだけでは足りないと思ったのか、簡易トイレの設置を始めたんですけど、これも最悪でした。円柱を4等分に区分けし、間仕切り部分を除いて内側へくり抜いたような男性の小専用トイレです。要するに空いている穴に突っ込んで排泄しろっていうことです。わずか2平方メートルほどのスペースで一度に4人が排泄できる優れものっていう触れ込みですけど、嫌悪感は凄まじいですよ。さすがにこれを使おうとする男性は周囲にいなかったですね。もともと道端でするような人なら恥ずかしくもないのかもしれませんけど、東京オリンピックを振り返ると、こんなにもトイレが問題視されてはいなかったように思います。そもそも日本は公衆トイレが多いし、ほぼ無料です。それなのにきちんと清掃されていて、悪臭がすることもほとんどない。それでも不十分だと言って、バリアフリートイレへの改修を進めたり、公衆トイレをリフォームしたりするのは日本人らしいなと思いましたけどね。真面目すぎるというか、来た人をちゃんともてなそう、不快な気分にさせないぞっていう気持ちを大切にしてくれているんですよね。私が初めて日本の公衆トイレに入った時も本当にびっくりしました。まず公衆トイレには行きたくなかったんですよ。フランスと同じようにとことん汚いだろうって思っていましたから。でもどうしても行きたくなって、仕方なく公衆トイレに駆け込んだら、まずその綺麗さに驚きました。床にゴミやペーパーが落ちていないなんて初めての経験です。悪臭もないし、個室にはきちんとペーパーがセットされている。落書きもなくて、手洗い場も綺麗です。ひょっとして有料トイレだったのかしら、なんて思ったんですよ。慌てて財布を出したり、支払う場所を探したりして、一緒にいた日本の友人を困惑させてしまいました。あと新鮮だったのは、まるで SF のような操作パネルのあるトイレです。初めて使った時はどこを押したら水が流れるのかわからなくて、おろおろしたのを覚えています。今では笑い話ですけど、他の外国人も似たような体験をしたと言っていました。その人はトイレで川のせせらぎの音が流れるボタンがよくわからなかったそうです。なんでトイレで排泄中に爽やかな気分を味わわせようとしているんだろうって、
もしくは開放感を演出して排泄しやすいようにしているのかもしれないとも思っていたそうですよ。後になって排泄の音をごまかすためだと知ったと言っていました。アメリカから短期出張に来ていた人はひたすらトイレの写真を撮っていましたし、他の人はお土産にトイレをいくつも買い込んでいました。もうウォシュレットなしでは生きられないとかなんとか。ともかくどの国の人も口を揃えて言うのは、日本のトイレは世界一という言葉です。コンビニなどを含めると人口あたりの公衆トイレ数は圧倒的に世界トップだと言われていますが、そのどれもが驚くほど清潔なんですよね。清潔を保てるように利用頻度で清掃頻度を変えているという話もありました。日本トイレ協会というトイレを管理する組織まであるんですから、その徹底ぶりには驚くばかりです。そもそも利用者がトイレを汚したりしないというのも大きいでしょう。他にも良い点がたくさんあって、障害者用トイレも一般的ですし、補助が必要な人のための呼び出しボタンもある。荷物をかけるフック、赤ん坊のおむつを替える台、 AED とかも備え付けられているんですよ。安心感を与えるために外から中が見えるようになっているものが多いけれど、よりプライバシーが必要な場所のドアには隙間がない。つまり日本のトイレは安心安全に排泄できるようにすごく考えられているということです。それでも日本人からしたら暗くて汚い場所というイメージらしく、まだまだ改善が必要だと思っているというのが面白いですよね。どこまで完璧を求めるのか、その向上心の強さには本当にびっくりしてしまいます。トイレの話ばかりになってしまいましたけど、言いたかったのは日本の衛生観念は素晴らしいということ。そして街やトイレをきれいに保つ国民性は他の国には追いつけない領域だということです。それに比べてパリの汚さといったら本当にひどいものです。そこら中にゴミが散乱しているだけじゃなく、オリンピック開催中にゴミ回収業者がストライキに入るかもしれないなんて話にもなっています。スト決行となれば、家庭や飲食店、企業などから出るゴミが回収されない事態になりかねません。そればかりか、オリンピック会場のゴミ処理に影響が出れば大会運営にも支障をきたすでしょう。それに街の衛生環境が落ちたら治安だって悪くなるかもしれません。ただでさえスリとか置き引きが横行しているのに、これ以上悪くなったらフランスのイメージはガタ落ちです。日本とは違ってもともと夜道は歩けない程度の治安ですけど、今より悪くなるのは本当に困ります。日本でも昔より治安が悪くなったという人はいますけど、バッグを席に置いてトイレに行けるくらい安全な国なんて他にありません。酔った人が道端で寝ていても無事でいられるのも日本だけです。フランスなら身ぐるみ剥がされているでしょうね。治安やゴミ問題だけじゃなく、不安な点は他にもあります。オリンピックではセーヌ川で競技をするって言うんですよ。トライアスロンとかマラソンスイミングとかね。開会式をセーヌ川で行うと聞いた時も、警備の難しさを分かってるのかと言いたくなりましたけど、泳ぐのは本当に大丈夫なんでしょうか。というのも、そもそもセーヌ川は1923年から遊泳禁止なんです。理由は船の通行と水質汚染がひどいから。もし泳ぐと罰金15ユーロが課されてしまいます。その水質汚染は解決されてなどいませんし、悪臭はないものの濁った水で泳ぎたい人などいるでしょうか。国際環境 NGO 団体サーフライダー財団ヨーロッパが出した調査結果によると、トライアスロンの水泳スタート地点の橋付近で採取した水の分析結果は、 100ml あたり大腸菌3430、腸球菌508だったそうです。日本の人に分かりやすく言うと、道頓堀川の約6倍菌が検出されたということ。
大腸菌も腸球菌も腸内細菌であって病原体ではありません。でもそれらが多ければ多いほど病原体が増えている可能性が高いんですよね。そうしたら中耳炎や皮膚炎、腸炎のリスクが高くなってしまうんです。ちなみにプールの場合はいずれも検出ゼロでなければいけませんが、ワールドトライアスロンの基準ではそこまで厳しくはないんです。ただ最悪でも大腸菌1000、腸球菌400を超えてはならないと規定されていますから、そこをクリアできるかどうかがポイントかもしれません。セーヌ川の問題が持ち上がってから、先ほど出てきたサーフライダーとパリ市は反論し合ってますよ。サーフライダーは昨年の9月から2週間ごとに定期的に検査していて、毎回この基準の2倍3倍になっているから競技を行うのは危険と言っています。逆にパリ市は橋のたもとの船上レストランに装置をつけてオンラインで常時水質分析しているらしく、80% は満足いく結果が出ていると主張しています。遊泳許可の決定権のあるイルドフランス州地方長官庁も、まだ処理ユニットが稼働していなかった、さらに5月6月からは追加施設が稼働する、雨が多かったなどと言ってパリ市側を擁護していました。実際その装置が稼働し始めた後に汚染は多少マシになったのでしょう。2023年7月9日にはラバダン副市長などがセーヌ川に飛び込んでデモンストレーションしています。セーヌ川は安全ですってね。でもその1ヶ月後、8月5日と6日のテスト大会を兼ねたオープンウォータースイミングのワールドカップは水質不良のため中止。17日から20日のトライアスロンのテスト大会のスイムも、前半2日は実施できたものの後半2日は中止となりました。なんとも不安の残る出来事ですよね。基準を上回ったりクリアしたり、なぜそんなことが起こってしまうかというと、パリの下水道システムに原因があるんです。19世紀末に作られたこのシステムは、汚水と雨水が同じ管に入る合流式です。だから通常であれば汚水は管を通り郊外の汚水処理場に流されて処理されます。でも大雨が降った時などは雨水が流入して満杯になるため、洪水にならないようにしなければなりません。だから大雨の日はポンプを使ってセーヌ川に汚水が放出されるんです。もし競技前に雨が降ったら基準値をクリアできそうにもないんですが、どうするんでしょうね。降り出す前に検体を取っていたとしても、泳ぐ頃には汚染がひどくなっていたら目も当てられませんよ。とにかく今回はオリンピックだけじゃなく、今後も遊泳できるようにしようとパリ市が躍起になっているようです。大会終了後も2025年夏から一般市民向けの3つの遊泳場をオープンしようとしているそうですから、そのために貯水施設も作りましたし、汚水処理場へのバクテリア処理システムの導入も決めました。他にも家庭からの接続不良を改善したり、船舶からの排水の河川への排出を禁止したり、雨水が土壌に流れ込むような植栽の促進までしているんですよ。それによって生活排水の流入を防ぐだけでなく、細菌汚染の 75% も除去できると自信満々ですけど、そううまくいくんでしょうか。ともあれ、そうこう言っているうちに月日は過ぎ7月になりました。懸念していたように治安の改善は進んでいるようには思えません。15日には駅で兵士が男に刺されましたし、18日にも刃物を持った男がシャンゼリゼ通りの高級ブランド店で強盗を働きました。強盗は警官を襲った挙句射殺されたという話です。他にも鉄道のケーブルが切られて放火されましたし、BMX のオーストラリア代表選手が車上荒らしにあったという話も出ています。男子サッカー初日にはアルゼンチンが敗れ、試合中は爆竹が投げ込まれる事件も起こりました。
ちなみに試合は2時間も中断した上に最後の3分間は無観客になっていたそうです。治安だけじゃなく、パリ市内は相変わらず汚れていて、トイレ付近の悪臭もひどい。セーヌ川の水質問題もまだグダグダやっています。帰ってくる前は久しぶりの実家だからワクワクしていたのに、日を追うごとにストレスが溜まっていくような気がします。休息期間だったはずなのに、いまいち心が休まらないのもしんどいですね。だからいっそのこと、次の就職先は日本の企業にしようかなと思ってるんです。日本の穏やかな日々、優しい人たち、清潔な街、何もかもが懐かしい。そうでなくても日本と関わりのある仕事は続けていきたいし、そうやって日本に戻ることを目標にしたら何でも頑張れそうな気がしてきて、今はまた日本の勉強を始めたんですよ。移住も就職もまだまだ先になりますけど、今から本当に楽しみです。海外の反応。長い間日本にいると無意識に日本人の仕草が出るよね。自分がやっちゃうのは、人の前を横切るときに手を挙げて手のひらを開いてサインを出すこと。でも日本で習慣づいたことが出てくるのはなんだかくすぐったくて嬉しいんだ。日本旅行で山道を歩いていたらトイレに行きたくなったんだ。我慢すべきかその辺ですべきか迷ってたら、公衆トイレが出てきたよ。車で行けないような場所だったのに、電気で動くウォシュレットだった。めっちゃ清潔に管理されてたよ。さすが日本だよね。大人には特に道や街を清潔に保つ常識を持ってほしい。環境は俺たちの人格等を形成するわけだけど、一方で俺たちは環境をコントロールする。家を見ればその人の人柄がわかるのと同じだね。まとめ。海外生活で快適に暮らしたいなら、現地のやり方に慣れることだというのはよく聞く話です。実際ミシェルさんもそうして日本に慣れていったのでしょう。しかし日本に慣れたせいで帰国後の生活がストレスになるとは思いもよらない事態ですよね。日本人にとって普通のことでも、海外では驚くほど素晴らしいと感じるのか、ミシェルさんの話を知った外国人も賛同の声を上げていました。多くの外国人が褒めたたえる日本の清潔さや治安、風習などを私たちは当たり前のように享受しています。これが普通だと思えることに感謝したいですね。そしてこの日本の良さを将来にわたって維持できるよう、私たち一人一人が心がけていきましょう。そうすれば日本はもっと良い国になれるかもしれません。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。